サスケを追うなら修行の話はなしだ。お前はただのガキではない。九尾を持っとる。いずれお前はオロチマルより厄介な奴らを相手にしなきゃならなくなるんだ。遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前みたいなのが一人でやっても、バカはバカでも大バカだったらなんとかなるかもな。わっ！見ててくれ。どうして今さら幻術の防御なんて修行すんだってばよ。俺は弱い。だからあいつを止められなかった。そうだな。だから当然サスケは幻術を身につけてくるだろう。敵に自分の体内のチャクラをコントロールされるのが幻術だ。そんなことできるかな。チャクラを放出して手のひらで乱回転させただろうが。体内で乱してやるだけのこと。だったら簡単だってばよ。何言ってるの。ジラちゃんと私の仲よろしくね、ナルトちゃん。なんか気持ち悪い。まあ他ならぬジラちゃんの頼みだし。優しくするわね。ここは俺ってばどこにいるんだ。坊やは今現実世界にいるのに。体内でチャクラを乱回転させるんだっけ。あれ何があったんだってばよ。戦訓練の前に体内のチャクラをコントロールする基礎訓練からだな。体内で乱回転だな。体内で乱回転。エロ仙人。わしはな、昔四代目火影を弟子にしていての。俺が四代目に。わしから見れば孫のような存在だ。ねえねえ、どうして修行の場所を変えるんだってばよ。そこには脳内のチャクラに影響を及ぼす特殊な磁場が点在しておった。お前の現実修行の仕上げにちょうど良い場所だ。エロ仙人、その村ってのはまだなのかよ。わしらは敵ではないんだがな。やはり谷氏か。その額のほくろに見覚えがある。何者もこの村に近づいちゃなんねえ。なんでだってばよ。おい、どういうことだってば。ここはひとまずおいとましようかの。まったく、なんだってばよ。以前来た時は平和な村だったんだ。これは見て見ぬふりをするわけにもいかんの。夕べからの見張り番疲れたろ。今のうちに休めよ、谷氏。大きな声を出さんでくれ。すまんな、騒がれると厄介なことになるらしいからな。どういうことだってばよ。みんな心配すんな。とっととこの村から失せやがれ。逆らうなど無駄なことだ。逆らうな！
村の女や子供はみんな人質になっちまった。何言ってんだ、村を救おうとしたエレー父ちゃんじゃねえか。何もしなければ殺されずに済む、それしか方法がないんだよ。エロ船に出てってくれるの。許せ、そう来なくっちゃ。トミシ、こいつはさっき言ってた怪しげな二人組の片割れか。神主様のところへすぐに連れて行こう。ああ、あの浮島は神主様。小僧、お前がか。はい。三将五郎半蔵の右腕と言われた神出しではないか。今や俺たちの里とは言えなくなったんだ。ほう。小僧、ジライアを連れてきた褒美だ。いい。タニシが二人どうなってるんだ。お前がジライアを村に入れたんだな、小僧。なんと。やめろ、やめてくれ。この野郎、行くぞ。ナルト、そうは行くか。これがお前たちとの約束だからな。タニシ、スクネよ、親父を思い出せ。なぜ戦ったのか考え。エロセンに、檻のみんなを助けてくれ。おう、任せとけ。あっ、うん、影分身の術、ラバイソー。どういや、まだまだだ。ラバイソー、なぜだ、なぜなんだ。俺はこうと決めたら諦めねえ、大バカも。くそ、それくらいならできんだろ。タニシ、何をするつもりだ。みんなを助ける。よくぞ言うた、それでこそスクネさんの子だ。さあみんな、今助けるからな。せーの、うん。大丈夫か、ナルト。ああ、さあこっちだ。忍法バリ地蔵、借りは返さねばの。水遁幻術無限魔老。なんと。エロセニー、どうなって、手が。どうしちまったんだ。やつらはバイラ王の吐く息にあたり幻術に落ちている。いくらジライアとはいえ、簡単にこの幻術を解くことはできない。まさかおめえ。俺はこうと決めたら諦めねえ、大バカもんだ。木の葉のあいつが教えてくれた。きっと父ちゃんも同じ気持ちだったんだ。おめえ、やっぱスクネさんの子だな。おめえ、ナルト、唐辛子団だ。ナルト、しっかりしろ。お前、影分身？何？エロゼニー！ナルト、チャクラは残っておるか？失敗作だ。修行の時を思い出せ。よし、影分身の術。その術はバイラ王には効かないぞ。どうだ、
けそうか？急げ。ナルト。エロ戦に。おお。バカになれればもっと楽だったろうにな。母ちゃんと村のみんなは父ちゃんと同じように俺が。これでスクネさんへの萎縮一般の恩義は返せたかの。あの時タニシが来てくんなかったら。港よ。先生を師匠を超え親父のように思っていました。何さっきからブツブツ言ってんだエロセニー。